150品種の花が見頃を迎えています。ここでジャーマンアイリスを育てる清水裕二さんは13年ほど前から趣味で栽培を始めました。今では多くの人に楽しんでもらおうと一般開放しています。こちらは黄色と紫の2色の花弁が特徴的なスナップショットという品種です。清水さんがアメリカから輸入したもので、訪れた人からも人気の品種だということです。